皆さん、おはこんばんちは、ポリポおじさんです。今日の動画はですね、バトン動画ということで、今回私が作った企画ではなくって、アキラさん発案のバトン動画、俺の一匹、私の一匹だっけ、俺の一匹っていう、まあ、ちょっと私のね、飼育してる魚の中でもこの一匹っていうね、お魚を紹介していく企画でございます。で、私もね、実はもう5番目でして、で、まあ、当然アクアリウム大好きな視聴者の皆さんだったら、もうもちろん以前の皆さんの動画も、もうもちろん見てきてると思うんですけども、アキラさんから始まりの、インテさんに行きの、米チャンネルさんに行きの、そっからパスさんにパスされの、そっから過剰紹介でポリポジさんに回ってきたと。で、今私がくっちゃべってるという順番でございます。で、まさかですね、そんなやつはいないと思うんですけど、いや全然前の動画まだ見てませんよとか、まあいないと思うんですけどね、そんな人は。もしそういう人がいた時は、この私の動画の概要欄にパスさんがね作ってた紹介動画を順番にね、この人の動画これですよっていうのね、作ってくれてたのか、これちょうどいいじゃん、コピペしちゃおうっつってね、もうコピー&ペーストでペタッと貼り付けましたのでよかったらそれをまたどって、まあ、できたらね、やっぱ順番にね見てほしいなっていうのはありますので、見ていただけたらと思います。ではですね、そろそろ本題の俺の一匹、ポリポジさんが飼ってるこのこだわりの一匹っていうのを紹介したいと思うんですけど、結構ね、今までの紹介動画アロワナ来がちだったんですよね。で、まあね、アロワナもいいけど、やっぱね、米チャンネルさん以外にアロワナで来てるので、ちょっとね違う方向で行ってみようと思います。はい、どん。私のこだわりの一匹はやはりクロちゃんですね。今のうち猫4匹飼ってるんですけど、やっぱり一番最初に猫を飼い始めたクロちゃんでね、やっぱね、クロちゃんはね、可愛い、うん、いや他の子もみんな可愛いんだけど、クロちゃんやっぱね、賢くてね、うん、クロちゃんかわいい、猫かわいい。いや俺の一匹、別に魚じゃないとダメって言われてないですからね。猫ちゃん紹介しようが私の勝手でしょうという。あ、きなこ、きなこもかわいい。もうね、猫みんなかわいい、猫かわいい、きなこかわいいなあ。でもやっぱクロちゃんかわいいな、猫かわいいな。はい、というわけで、そろそろですね、30人ぐらい今ブラウザバックしたと思うので、すいません、真面目に、お魚俺の一匹紹介したいと思います。ハイドン、これが、私のおすすめ俺の一匹ですね。今もう映ってますね。すごいいいでしょ、めちゃくちゃいいでしょ、今映っちゃってますよ。もうやっぱいいよね、これすごい、うん、俺の一匹めちゃくちゃいい。はあ、めちゃくちゃいい。いや結局なんやねんっていう話なんですけど、すいません、私がおすすめしたいというか、俺のこの一匹ですね、アミヤカルバですね。あえてね、アロワナ行かない、アミヤカルバで行くってね、俺はアミヤカルバで行くっていう、僕のこの決意をね感じ取っていただけたらと思うんですけど、アミヤカルバっていうのはね、北米、北アメリカですね、米チャンネル風さんに言う、ね、ノースアメリカですね、原産のお魚ですね。私が飼い始めてもう3年ちょっとぐらいになるんですかね。で、実はもっと前に一回チャレンジしたんですけど、もうね、ぽっくり落としてしまって、でそれでまあ3年ちょっと前に、リベンジで飼い始めて、
だから3年とちょっとって感じですかね今でね。あのアミヤカルバはあの幻の古代魚と言われてまして、で結構ね日本では特にあのここ数年手に入れにくいみたいな事情がありまして、で別になんかその絶滅寸前とか、ね、そういうわけじゃなくて、まあでも一応なんか軽度懸念みたいな、まあ、ちょっと気をつけましょうねみたいなぐらいで、まあ結構なんか現地ではなんか捨てるぐらい取れるみたいなことらしいんですけども、なぜね日本でなかなか最近ここ数年特に手に入らないかというと、実はなんかガーと一緒に、ガーですね、ガーパイクですね、日本ではもう新たに飼育することができなくなってしまったガーパイクと一緒に輸出、まあ、日本から見たら輸入かな、輸入されてた魚なんですけど、まあ、そのガーパイク自体がもうこういう状態になっちゃったもんですから、まあ、それにおまけで入ってたアミヤカルバが全然日本に輸入されなくなっちゃったということで、まあ、元々そのあんまり数が入ってきてなかった上にここ数年がもう全くね、全くってことはないのかな、あのかなり数が少なくて、もうなんか昔は1匹幼魚ね3000円とか5000円で買えたんですけど、もう最近はもう幼魚でね2万とかね、まあ、そんなレベルの、しかもたまたまいたらラッキーみたいなね、そんなレベルになってしまいまして、なかなかね幻の1匹となっております。で、アミヤカルバね、具体的にどういう魅力があるのかというとこなんですが、まあ、いわゆるね生きた化石と言われる古代種、古代魚の一つなんですけども、アミヤ目っていうね、まあ、よくなんかなんとか目、なんとか族とかなんとか科とかね、こう分類があると思うんですけど、いわゆるアミヤ目っていう種類で唯一現存してるアミヤカルバっていう魚なんですね。でなんかまあ僕の勝手なイメージなんですけど、オールインワンっていうか、こうちょっとポリプっぽい感じもありつつ、で背びれなんかはこうブラックゴーストみたいにね、ひらひらと背びれをなんかこう たゆませながらというか、ひらひらさせながら泳いだりとか、であと尾びれの方に、まあ、なんていうんですか、こうなこれなんて言うんだろう、目の模様みたいなね、そっちを目に見せるみたいな、こうなん項目なんとかって言うんだっけ、まあ、ちょっとこう偽の目をね持ってたりとか、なんかちょっとこうポリプっぽかったり、スネークヘッドっぽかったり、なんかこうちょっといろんな魚のいいとこ取りじゃないんですけど、結構ね面白いで、模様なんかもね、あでこのね模様が出るのもねオスだけなんですね。でメスは結構のっぺりとした感じで、まあ、それはそれでまた魅力なんですけど、結構ねこう独特な、まあ、愛嬌のあるね魚なので、もう初めてね見た時にうわめっちゃ飼いたいと思って、飼育を始めたのが、俺の一匹アミヤカルバへのこだわりの始まりですかね。はい、というわけで、私の俺の一匹アミヤカルバのご紹介でした。改めましてですね、まあ、今回バトン動画5人目ということで、まあ、順番的には一応トリを務めさせていただいたんですかね。本当ね、こんな私をアクアリウム動画界の富樫とね言われてる、1年半動画投稿をサボるねこの私をメンバーに加えてくださって、いや本当ねありがとうございます。でね、今回のこのバトン動画が毎週金曜日にね、週1金曜日に公開しているんですけども、私がね今ね水曜日ですね、水曜日の昼間に、動画の編集をしているというですね、なんとかね間に合ってるんでしょうか、金曜日に皆さんこの動画をちゃんと見れてるんでしょうか。はい、というわけで、バトン動画なんですが、最後はですね今回のバトン動画の発起人、発案者でありますアキラさんにお返ししたいと思います。ではまた
またねー。